さあ始まりました将棋場チャンネルということで、今回見ていくのが王位お茶杯第63期王位戦7番勝負の第3局ということで、まあ、こちら2日制のタイトル1日目をまずは見ていきたいと思います。ここまでは1勝1敗ということで五分できております。さあ先手となった豊島将之九段、どのような作戦を用意してきているのか、そしてそれを受ける藤井聡太王位ということでね、早速見ていきましょう。さあ戦型の方ですけれども、どうやら角換わりのような出だしでということで、さあここで早速角を交換して角換わりということになっていきました。さあここでまずは端歩で様子を見て、後手もこちらを受けていくと、さあそれに対しては3八銀とね、まあこの右の銀をどのように使うかで、角換わりのね、将棋は戦型の性格が現れる、棒銀、早繰り銀、腰掛け銀とね、まあ大まかに3つということで、まずは3六歩とね、まあ、ついていって、後手は6二銀と、さあそれに対してここで3七桂とね、まあ、早めに桂馬を跳ねていきましたね。さあ、ここで7四歩とね、まあ、じっとね、まあ、ここで構わずね、7四と、まあ、普通4二とね、まあ、この桂跳ねを警戒する展開もあるんですけれども、まあ、後手番なのでね、まあ、これで受ける展開というのもいいんですが、藤井聡太王位はね、まあ、後手番とはいえ、妥協せずにね、まあ、構成を築いて受け一方にならないようにね、まあ、いつでも反撃の含み、場合によっては後手番だけども仕掛けていくというね、まあ、非常に攻撃的な陣形を組んでいくということです。さあ4六歩とついておいて、銀をね、まあ、中央に使えるようにしていく。対する後手も7三桂とね、まあ、お互いいつでも桂馬を飛んで仕掛けていけるぞということですが、さあここでね、先手は6六歩と、まあ、桂の跳ねるところをね、封じておいてということでしたね。さあ5二金と上がって、さあ4七銀と、それに対して6四歩とね、まあ、お互いどうやら腰掛け銀をね、目指してきそうだぞということですが、ここでね、豊島九段が5六銀とね、少しね、早めに銀を腰掛けていきましたね。まあ、金を普通はまあ7、8とか入れたりね、いろいろあるんですけども、あえて保留しておいて、ちょっと変わった駒組み、まあ、場合によってはね、まあ、飛車をね、回ることもね、できますよというところで、まあ、こういったところでね、まずは揺さぶりをかけていきます。まあ、しかし構わず6三銀とね、まあ、上がっていって、まあ、腰掛け銀模様と。で、この陣形ね、場合によってはもう右玉もね、まあ、アマチュアではよく見られる形ですよね。さあ、7八金と、まあ、自然にね、まあ、駒組みしていって、まあ、手順は前後しておりますけれども、よく見る形となってきて、さあ、王様がね、どっちに行くのかなというところでしたが、藤井王位は4二玉とね、まあ、こちらに上がっていきましたね。さあ、それを見て、6八玉と先手も行きますが、ここで5四銀とね、まあ、先にね、銀を上がっていきましたね。まあ、よく見る形としては、ここで8一飛車とね、まあ、下段に引いておいて、まあ、それに、ね、合わせて4八金に6二金と戻って2九飛車と、まあ、この形はよく見る、まあ、角換わりのね、まあ、将棋ではあるんですけれども、まあ、ここでね、あえて5四銀と上がっていくのが、これがね、藤井聡太王位の少しまた工夫でしたね。先手の豊島九段も、この腰掛け銀を早く上がって、揺さぶりをかけてね、駒組みを見せたんですが、後手の藤井聡太王位も、あえてここでね、早めに銀を腰掛けていって、場合によってはすぐ仕掛けていくぞ、というようなね、まあ6号からのね、仕掛け、まあ後手番とはいえ、まあ何かしたら、まあちょっとね、ゆっくり駒組みしてきたら、まあ、この瞬間にね、何か仕掛けていくぞ、というようなね、まあ、この銀がね、上がっているので、いつでも仕掛けることができるようになっていると。ということでね、まあ、本譜は、ここで7九玉と、まあ、あえて引いてね、まあ、こういう自陣のね、ちょっと隙を作らないように、駒組みを進めていく。
さあ、それに対応して後手も3一玉としておいて、さあここなんですけれども5八金とね、まあ上がっていきましたね。まあ昔と言いますかね、まあ従来というんですかね、は金はこちらに上がっていって王様の近くに固めていくというようなのがあるんですけども、まあ近代将棋、まあ現代将棋ではね、まあ、こちらに上がって下段飛車というのがね主流だったので、まあ、本譜はねちょっと豊島九段作戦を、まあノスタルジーじゃないんですけども、まあ少し前の時代のねような将棋を持ってきているということですね。いやー、これはね何かすごいですね。昔の将棋を見てる方からするとちょっと懐かしさも出てくるような形ということでね、まあ現代の研究を外してきたという意味合いもありそうですね。ということでここでねやはり藤井聡太王位も39分考えていきました。そしてその手が6三金とね、やはりこうでしたね。ならばと、まあ、下段飛車に引く、まあ、現代将棋ではなくて、このポジションで戦っていこうということでね。まあ、この辺は柔軟に相手の駒組みを見て、後手も陣形を整えていくと。さあ、これに対してですけれども、まずは一度9六歩と端の打診をしていきます。さあ、これに対しても9四歩と後手も受けていくということですね。さあここなんですけれども、ここでなんと6八金と先手はさらに固めておくということで、まあこれはもう後手からやってきてくださいということですね。まあ先手からあえて仕掛けずに、ま、固めて待ってカウンターをしていこうということでしょうか。さあもちろんここで6五歩とまあね藤井王位は仕掛けていきます。さあ先手としてもねここで分岐点になるんですが、これを同歩と取って相手するのか、あるいはここで先手もね、反発して攻め合いを見せていくのかということですね。まあ、この2四歩というのをね、変化の一例で見ますと、まあ、突き捨てて、まあ、こうやってね、2筋、3筋突き捨ててから桂を跳ねてというようにね、先手から先に仕掛けていくぞという将棋ですね。まあ、変化の一例ですけど、角は打たれるんですが、こうなっておいてと。まあ、非常にね、難しい将棋になりますけどもね。まあ、このように、まあ、攻めていって、まあ、取り返すと。まあ、こうやって伸びた時に2八角などでね。まあ、これで形勢互角のバリバリの攻め合いになっていくぞという将棋が、まずね、まあ、先手番なので、攻めていくというのが、この局面の2四歩になるんですけども、本譜はね、まあ、豊島九段、まあ、予定なんでしょうね。6八金と固めたところから、本譜は同歩と、あえて応じて、まあ、後手から仕掛けてきてくださいというようなことでしょうかね。さあ、ここでね、まあ、どのように仕掛けていくのかということですけども、もちろんこれに対して、まずは同桂とね、まあ、桂馬を跳ねて仕掛けていく。さあ、ここでね、まあ、46分の豊島九段の長考、穏やかに行くならば6六銀と受けておいて、6四歩とね、まあ、収めて、まあ、これでね、まあ、一局の将棋というような感じですかね。まあ、先手から3五歩と仕掛けていくならば、まあ、同歩と応じて4五桂と来てしまうのもあるし、これに対して4四角とね、まあ、この銀が浮いているので、ここを狙いつつ、歩で受けたら3五をね、払っていくような、まあ、こういった穏やかな展開も6六銀ならあるんですけども、本譜はここでね、6四歩と強くね、歩を打ちつけていきましたね。さあ、これはね、非常にここで殴り合いになっていくと。さあ、もちろんまずは7七桂成、同桂と言って、まあ、この金取りが残っているので、6二金とね、まあ、こうやって引いておいて、さあ、お互い陣形が薄くなるんですが、まあ、ここでの6六桂、これですね、この手に豊島九段、まあ、期待したというところはあるでしょうね。さあ、この攻め合いはどうなっていくのかというところですが、ここでね、まずは銀取りなので、まあ、受けるのかどうするのかというところですが、まあ、ちょっとね、まあ、具体的に受けが見当たるわけではないので、まあ、ここで1時間21分考えた藤井聡太王位、結論は攻め合い、5九角打ちということでしたね。さあ、それに対して、まずはこの桂取りがあるので、2六角と
合わせてはいくんですけれども、ここで4八銀とね、さらに銀をかぶせていくということですね。さあ、そしてこの局面、豊島九段が1時間3分考えて封じてということで、1日目はこの局面で終了となりましたね。さあ、それでは封じ手の予想をしていきたいと思います。この局面、候補手はだいたい2通りになるかと思います。一つが4五桂とね、まあ、跳ねていく、まあ、これは攻め合いを見せていくということですね。まあ、これは桂馬を飛んできたらおそらく取っていくと。それに対して同歩としたところで、さあここでね、後手から何かあるかというところを見る手ですね。まあ、変化の一例として考えられるのは8六歩と。まずは突き捨てるということですけども、まあ、ここで同歩というのがね、まあ、普通は取るんですけども、ソフトの候補手で、ここで攻め合いというのもね、一つ出てくるので、まあ、豊島九段もしかしてこういう展開を読んでいるのか、まあ、あるいはやはり一度ね、まあ、ここを飛車先なんでね、まあ、相手しておいてというところがまずは普通ではなるんですけれども、まあ、こうやって応じておくと、やはり3七のね、銀ならずが来るので、まあ、この展開をどっちがいいと見るかですよね。まあ、ここ2九と引くと角をね、切っていって、まあ、金をね、まあ、剥がしておいて、まあ、同金、同玉、まあ、どちらもあるかとは思うんですけれども、から角をね、まあ、取っておいてと、まあ、そして同飛車と、まあ、こういった展開になるのが、まずは一つですね。まあ、あと8六歩に攻め合う。まあ、この展開はね、本当に殴り合いになるかと思いますね。飛車を取ってというところですけど、これ繋がるのかなと。まあ、ソフト的にはね、まあ、こういった変化もね、見せてはいますので、まあ、これでね、まあ、繋げていくというような、まずはこういった筋が一つありますよということですね。さあ、これが4号桂からのね、まずは一つの変化ということで、もう一つがね、受けとして2九飛車と受けていくということですね。まあ、ここで仮に桂馬を取っていくと5九とね、まあ、角を取っておいて、こちらもね、角を取ると、まあ、何かならずか置いといてですね。まあ、それからこの桂馬が、まあ、5四なのか7四なのかですけど、まあ、どちらかというとこの飛車取りと取っていった方がというところでしょうかね。まあ、この手で、まあ、いいのかなというところでしょうかね。先手としても不満のない展開になりそうですね。まあ、ちょっと成り駒が離れていくというところと、いうところで、まあ、互角の範囲内ではありますけれども、まあ、飛車取りなので、まあ、ここで攻め合いとなると、まあ、やっぱり飛車はね、あんまり逃げないというか、切ったりするので、飛車を逃げるとちょっと負担になりそうなので、まあ、かわしていって、まあ、金を取らせてと。まあ、この瞬間に何かやるかというところでしょうかね。まあ、飛車を逃げないで3七角はやりすぎのような、まあ、入るのかな。まあ、でも、まあ、こういった一度決めてからですかね。決めてから逃げるとかあるかもしれないですけれども、まあ、ここで2九と引くのか4五と跳ねるのかというところですけども、まあ、豊島九段、この序盤の駒組みからして、まあ、ちょっとね、変えてきたんですが、どちらかというと、藤井聡太王にあえて攻めさせてからカウンターのような差し回しなので、第一候補は2級者、こちらなのではないでしょうかね。攻めさせてカウンターを狙っているような気がするので、このチャンネルでは2級者を封じ手の第一予想としたいと思います。さあ、これでね、まあ、消費時間がね、1時間近く藤井聡太王位が使っておりますので、藤井聡太が残り3時間36分と、そして豊島九段が、4時間ですかね。4時間44分くらいだと思います。なので1時間ちょっと、まあ、差がついているというところで、これが2日目にどのように影響するのかというところで、まあ、封じ手はこの局面、このチャンネルでは攻め合いというよりか一回受けて、そこからカウンターのようなね、まあ、差し回しの予想をしております。ということでね、まあ、1日目、大白熱のね、まあ、攻め合いの
始まりでしたが、2日目は非常に激しくなる予想がしております。このチャンネルではもちろんね、追いかけていきますので、よければチャンネル登録高評価していただければと思います。それではまた明日会いましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。